グンデスバンは、スウェーデン、ダーラナ県、バンスブローシダラジェルナ出身の下、クロスカントリースキー選手で1980年代から1990年代初頭に、かけてクロスカントリースキー強国スウェーデンの中心選手として、国際大会で活躍した。冬季オリンピックで通算4つの金メダルを獲得している。引退後は、国際スキー連盟の委員を務めている。 1982年ノルディックスキー世界選手権に初出場1 5トルフリーで13位となった。1982から1983シーズンからクロスカントリースキーワールドカップに本格参戦総合2位となった。22歳で出場したサラエボオリンピックでは1 5トルとリレーで金メダル5 0トルで銀メダル3 0トルで 銅メダルと四種目すべてでメダルを獲得する活躍を見せた。このシーズンのワールドカップでは総合優勝を達成、同年スベンスコドッグブロドットゴールドメダルを授与された。1八十五年、ノルディックスキー世界選手権でも三十キロメートルと五十キロメートルの二巻、リレーでも銅メダルを獲得した。ワールドカップ総合に連覇も達成、この年のホルメンコーレンメダルを受賞した。 1985から1986シーズンにワールドカップ総合3連覇を達成、1987年ノルディックスキー世界選手権のリレーで金メダルを獲得した。1988年自身2度目のカルガリーオリンピックでは 30km10 位、15km13 位に終わったがリレーと 50km では金メダルを獲得した。 ワールドカップでは4度目の総合優勝を達成した。1989年、ノルディックスキー世界選手権では1 5トルリレー、5 0トルの3冠ワールドカップでは2年連続5度目の総合優勝を達成、また1991年、ノルディックスキー世界選手権3 0トルで、金、1 5トルと5 0トルで銀メダルを獲得したが、 このシーズン終了後29歳で現役を引退した。その後自動車競技に転じ、ラリークロスの1995年、ヨーロッパ選手権で3位となった。2007から2008シーズンから、スウェーデンナショナルチーム監督に就任。2010年バンクーバーオリンピックを目前に同職を、辞任した。ワールドカップ総合優勝5回、通算30勝はいずれも、ビョルンダーリに次いで、 歴代に、ありがとうございます。